無理です。鍵あかん。あん？南京錠だと？ふむ。まあ、お姉さんなら解くのもたやすいな。すまんが、私はここを離れるわけにはいかない。暗いの苦手なんじゃない？あ、やっぱり。暗闇が怖いとか、そういうわけではないぞ。本当だぞ。でも番号ぐらい教えてくれよ。ヒントね、別のルート隠し扉とかな。この部屋は調べたが何にもないな。一つ前の寄宿舎2階はまだ探索不足だ。見てくるか。これ見てもな、合ってんのかこれ。これ変わる前でしょ。いや、一瞬変わった後か？もしかして。鍵かかってる。アジサイ。ん？え？え？え？2865、怖っ！何ここ？自分を見失ってはいけない。あれは、なんとかしなければ。もう弱音は吐かない。でも答え書いてあります。2865って。だんだん何も感じなくなってきた。やだ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 。どこにもいない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 。巨大な目だろうか。おっきい目だ。かわいいな。あ、なるほどね。そういうこと？そういうこと。ああ。はいはいはい。本来こういけたのかな。まあ本棚調べるだけで入れるなら優しいね。2865でした。目玉が大きかったよ。急げー。なんかいる？ヌオーンがいそうな間だな。うわー、何あれ、ロケラン。うわー、撃たれそう。マジかよ、やべえ。行くぞー、突撃ー。ああ、ひえ、なんであんなものが。見た感じ、エレベーターの中に人はいなかった。無人住家ってやつですかね。とにかく遮蔽物に捕まってかがんでください。さもなくば死にます。銃撃の際はかがんでください。一回セーブしてから行くか。ああ、開かないよー。やだー、つらい。つらい、生きるのつらい。さよなら。ああ、よかった。しゃがみ方が分かんなかった。つらい。心を閉ざしてしまった。眼差しは。入れる？入れない。それどころではない、分かったよ。今しか読めないかと思ったんだよ。うわー、全然ない。うわー。じゃあこういうとこ入れんのかな。入れない。速攻で行ったらいける。あー、入れた入れた。今のが館長が言ってた危険な部屋なんでしょうか。違うと思う。そうですね、確か館長は危険な部屋は地下にあると言ってました。あの部屋は途中に窓がありました。あれ2階だもんな。おそらく地上の部屋なんじゃないでしょうか。だとすると、あの重火器は意図的に置かれたとも考えられますね。もしかして命を狙われてるのは私たちなんてことはありませんよね。わからんけど。とにかく危険なことには変わりないですね。もしまたあそこを通るなら気をつけましょう。特に今の扉からエレベーターまでの区間、遮蔽物がありません。無理に行こうとしないでくださいね。死んだよ、もう。待って、下がって、マジ？やばやば、思ったよりやべえな。この向こうの窓にいる。しかも2機。感覚が変わります。気をつけて。あー、まだ続くのか。セーブしよう。あー、痛い、つらい。よし、壊れてる。あ、うん？あ、鍵が壊れてるのか。うるさ、銃声。うん、なになにこれ、血だ。血だまりだ。すごい、赤い。赤い。
開いた。ああ、赤い。何これ。台の上に不思議な本が置いてある。え、手に取る、やめとく。手に取ってないもん。手に取った上で手に取るか悩んどるやんけ。手に取るわ。本に触れた瞬間、それは溶け出した。そしてあなたの体へと、えぐるように入り込んでいく。うえー。やだな。本は消えてしまった。どうやら眼差しの心の本立てに収まったようだ。急に新しい要素が出てきた。劣等からの逃避を手に入れた。また、なんか。あ、なるほどね。そこが本立てなんだ。劣等からの逃避。自己啓発本だな。うげげげ。なんだなんだ？何ですかこの本。スルリとこの部屋に入ってきましたよ。ぞぞぞ。でもなんだかひどく惹かれる本です。タイトルは劣等からの逃避。なんだかネガティブなタイトルですね。中に書かれてる内容は、一般的な小説のようですが、妙に真に迫る感じがしますね。私の心に刺さる本なのかな？は、すみません。なんだかこの本。いえ、なんでもありません。あなたも読んでみます？ちょっと読みたいわ。まあ、とにかく手に取ってみてください。魔導書。はいはい、特殊効果を起動停止することができます。睡眠学習で本の内容を確認できます。とりあえず、これね、間違えて、ね、扉を押しちゃうんだよな、なんか。癖で、この画面から出ていこうとして扉を押しちゃう。劣等からの逃避。どうなの？どうなの？中身もなんだかそんな感じですね。それなのになんでこんなに引きつけられるんだ？なぜか相性の良さを感じるんです。まあそれはそうとして手に取ってみてはいかがですか？それによって起こったことは一切責任は保ちませんが。睡眠学習。劣等からの逃避。そんな長くもな。ここを出ていくの？気がつくとアイリスが戸口に立っていた。アイリス。逆光でその顔は見えないが、その声は震えている。ここは閉じた世界だ。先なんかない。僕はなんとかそれだけ言うことができた。本当はそんなことを口に出す資格なんすらないことは分かっている。しかし、そう言ってしまわなければ何もかも押しつぶされてしまいそうだった。きびすを返し、学び屋の小道を進む。背後からは足音がついてきた。ねえ、私も行く。いいでしょ？僕が逃げたいのは君の存在からだった。しかし、それを言ってしまえば、彼女がここを出て行ってしまうかもしれない。彼女は世界から祝福されるほどの才能があるが、おごりもせず優しかった。何のことやらだな。あ、なに、時間制限の、早い、見ろ、劣等からの逃避をできるぞ、私は。スピードスターになった。なんだかあなた、歩くの早くありません？焦る気持ちはわかりますが、とりあえず落ち着きましょう。とりあえず、あなた、落ち着きましょう。右見て、ライトって、やらないといけなくなるね。あ、電気ついた。おい、電気がつきましたよ。しかもあんなにうるさかった銃撃がやんでる。これは、まさか？やっぱりそうですよね。今度は角度も違います。今いる場所くらいしか安全な場所はありませんよ。どうしましょう？スピードスターになろう。劣等からの逃避。逃避の鬼。これが私の力。本にそんな力があったとは。数秒間なら加速ができるんですね。これがあるなら現状を打開できるかもしれません。それにしてもこの本、一体何なんでしょう。私の力を覚醒させる本が8冊もあるということが。私はどれだけ強くなるんだ。この先が怖いな。私は私の力が怖い。劣等飛。早く銃撃ってくれ。あはは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 。面白い。ん？溶けた。ビビって逃げたな。消えた。やはりこれも魔法なのか。よくよく見ると、床の銃口も消えてしまっています。まるで夢が覚めたみたいに元通りです。幻覚ってことか？魔導書といい、銃火器、あべこべの扉、すべて魔法の力。もしかして、私たちの関係もそうなのかもしれませんね。わけがわからない。しかもなんだか一方的に命を狙われてるっていう。なんだかいろいろ、いっそ、輪をかけてめんどくさいです。ま、とにかく進みましょう。ふんふんふん。鍵かかってんのか。まあとりあえず降りるか。1階に着いたら喜ぶでしょう。
どうだ？やってきたぜ。鍵開けてくれたか？エレベーターなんとかなったようだな。さすが、お姉さんが見込んだだけはある。よくやってくれた。まあ、ここの鍵は2箇所とも開けておいたぞ。こっちは地下水路。向こうは書庫だったぞ。誰かいた？あ、お前さんはまだ冒険を続けるつもりか？疲れてるなら一度、館長室に戻るのもありだぞ。無理はするな。なんかヒイラギが鍵持ってるかもしんないし、行ってもいいな、そろそろ戻っても。リカンを見つけた。あと二人。鍵開いてんの？はいはいはい。ゼロ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 。うわー、やばい匂いがするな。くん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 、匂うぞ。やばい匂いがするぞ。あー、曲がった？ショベル？赤いのはただの鉄分だろう。間違いないね。水質調査、鉄分豊富です。それなりにあったかいです。またこの植物だ。この果物のようなもの、ごくり。唐辛子みたいだけど。くんくんくん。うわー、出れそう。脱出エンド。ありがとうございました。ん？で、誰かいる。笑ってる。人だ。笑ってなかった。よかった。道に迷っちゃって、何気なく船に乗ったんだけど、髪長いね。ちょっとだけ見た目から違うな、この子は。いつの間にか船がなくなってしまって、なんだかここ怖いし、心細かったんですよ。彼女送りますか？え？ちょっと待って。もう出ませんか？ここ。嫌な予感しかしないんで。なんでわざわざ聞いてくんのよ。扉だろうか、やけに大きい。ちょ、セーブしよう。嫌な予感しかグイグイしない。じゃあ、ファイル1で、1じゃないな、2でセーブしちゃった。2箇所にする必要があったか？じゃあ、送る。嫌な予感しかしない。助かりました。あ、私、ファニーって言います。これからもよろしくお願いしますね。館長のところに戻ります。ありがとうございました。ファニー、あと、アジサイかな？うん、なんか、あともう何人か名前出てなかったか？まあいいや、一回館長室戻るか。あ、料理を焦がしてしまったか。大事な用があったとはいえ、火は消すべきだった。もう一方はダメだ、失敗だ。やあ、眼差しくんだね。私は目なし。あれ？目なし。館長がみんなを探してるんだったね。では。目なしは？目なしも？あれ？アジサイとかは？ 8 人の師匠を見つけた。館長室に戻ろう。なんか他にも名前出てきた子いたよな。あー、でも仲間にしてないからいないのか。うわー、お前仕事しろ。なんで隅っこにいるかって？落ち着くからだよ。ふふふ。人が増えてきた。騒がしいのは苦手だよ。いや、君か。先ほどはどうも。それにしても大変な時に来ちゃったね。まさか図書館がこんなことになっちゃうなんて。アンが言ってたように、これは魔法の力だね。それも大規模なやつだ。何が原因かわからないけど、もしかしたら君が来たことと関係があるのかもね。俺のせい、人のせいにされてる。それどころか君が引き起こしたんじゃないのかな。人のせいにされてる。冗談だよ、こっちみんな。なんでこんなに、ああ、そうかそうか。ずっと掃除してたな。喉乾きませんか？紅茶いかがです？いただきます。どうぞ。ヒイラギ館長のお気に入りのいちごの紅茶なんですよ。いいね。フルーツティーいいね。どう？美味しい？あ、そうでも、あ、熱くないんですか？熱いと分かっていて出したのか、お前は。君も災難だね。いきなり倒れるわ。図書館はめちゃくちゃだわで。そういう星のもとに生まれたのかな？ま、冗談はさておき、私はリサと同い年。実質、ここでは年長さ。年の子として何か聞きたいことがあれば教えるよ。頭に生えてるのなんなん？あれ？頭角病？知らないの？
結構昔にハヨダになったらしいけど、頭から角が生えてくる、そういう病気なんだって。まあ詳しくはわからないんだけど、頭蓋骨から生えるらしい。まあこのくらいのサイズなら命に別状はないらしいんで安心はしてるんだけど、私のこの角はね、子供の時に生えたらしいんだ。ドラゴンとのハーフではないんだらしいっていうのは覚えてないかららしい、ないからなんだけど、他のみんなもそう、この角の生えるあたりの記憶を覚えてない。まあそれは大した問題じゃないんだけど、この容姿のせいでいろいろと苦労はしたな。でもある時ヒイラギ館長の先代が私を拾ってくれたんだ。他の子もそう、彼女の父親に拾われた。もしかすれば同じ角をつけた、同じ角を持つ娘のためだったのかもしれないね。だとしても正直彼女とこの一族には感謝してるんだ。ここに来てからは快適に暮らせてるよ。まあそんなところかな。この角、鉱石については自分のことなんだけどさ、あんまりよくわかんない。重火器が設置されてるのはなんで？ん？重火器？なんだなんだ？いや、ここにはそういった物騒なものは置いてないと思うけど、それを聞くってことは設置されてたの？実際撃たれました。冗談ってわけじゃないよね。おいおい、マジかよ。いや、そういった話は本当に聞いたことはないよ。おい、それって私も見に行けるか？場所はどこだって？じゃあもう消えてしまいました。消えた？どういうことだろう。もしかすると、それもこの屋敷がおかしくなったことと関係があるのかな？それも魔法なのかもな。とにかく、これから探索する際には私たちも気をつけないとダメだね。もちろん君も。なんだか今回の騒動、嫌な感じがしてきたぜ。他にあるかい？何人住んでんの？11人。あ、12。ヒイラギ館長と、ここに集まる師匠。直属のメイドみたいな人たちが3人。あ、別でいるんだ。アジサイとかか。もちろん働いてるのはこれだけじゃない。昼間に来る通いの従業員なんかも含めると結構な数になるんじゃないか？騒動はよく起きるの？まさか。まあ確かにここ最近幽霊が見えたとか、物が消えたとか、人形の髪が伸びたとか、地下のネズミが一匹の残らず消えたとか、アンは大喜びして七不思議だとか言ってたけど、まあそんなもんだよ。こんな変な出来事が起きたのは初めてだよ。あ、いや、昔なんだかあったような気がしたが、覚えてないってことはそんなに大したことじゃないか。いやー、というかこんな変なことも実際あるもんだね。いつもアンの話は聞き流してたけど、ちょっとくらいは聞いてやった方がいいかもね。どんな本あんの？書籍してる本は結構多くてね、この辺りじゃ最大の蔵書数を誇ってるよ。まあそのうちいくつかは一般的な書籍かな。ふんふんふん、普通の本だけじゃないってことだな。ほんの一部に過ぎないんだ。昔話になるけど、ここの大昔の主は節操がなかったみたいでね、洞窟から発見された巻物とか、いわくありげな本とか、持ち主のいなくなった手記とか、果てはゴミ捨て場に捨てられてた本とか、本と呼ばれるもの、文字が読めるものだったら何でも集めてた変人なのさ。もともとただの貴族の収集家っていう道楽から始まったんだけど、それを管理するのに人がいる場所がいるってやってるうちに、ここは図書館になったんだ。そんなわけで、ここの書庫にはよくわからない本が大量にあるわけさ。ま、もうその持ち主もいないんだし、全部捨ててしまえばいいんだけどさ。たまに学術的価値があったりとか、歴史書だったりとか、役に立つ本も紛れてるから捨てるに捨てられない。それでそれらの本の選別や補修、保管が終わってないのよ、未だに。もう100年も昔の収集品なんだけどね。とんでもない話だよ。おそらく私の世代でも終わらないと思うね。あの地下の本の山を見るからに温泉。というわけで、この図書館には一般的な書籍が少々、めんどくさい正直ゴミみたいな本の山々の堆積がたくさんあるのさ。よく来てくれた仲間よ。仕事が多くてやだな。なんでメイド服？やめとけやめとけ。こいつのその足は長いんだよ。いや、やだやだ。うるさいぞ、リサ。実はさ、あ、メイド服私が作ったのさ。一着一着、真心を込めて。もともとこの図書館では、私服にエプロン着用が普通だったんだよ。だから私の服が清掃だったわけだね。それだとさ、味気ないとは思ってたの。そんな折にさ、上司のアジサイ様が、上司なんだ、メイド服にしようって提案したんだ。それで私の創作意欲がビビッときたのさ。かわいいよね、メイド服。やっぱり働くコスチュームといったらこれでしょう。そんなわけで、後で君を採寸させてね。君用のメイド服が作れるのが実に楽しみ。そうそう、今のやつは新デザインなんだよ。以前はいかにもコスチュームって感じのミニスカフリフリだったんだけど、現在のものはスカートも長い古風で清楚なスタイルなんだ。なんかあれがあったのかな、クレームがあったのかな。やっぱりメイドといえばこっちでしょ。アジサイ様にはちょっとがっかりしてたけど、みんなからおおむね好評ね。それでね、それでね。ああ、長いやつだ。
あーぐ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 ー、だから言ったろ君は。うん、お前さんの言ったことが本当だとすると私らはやばいことの渦中にいるのかもしれないね。時に新人くん暇だし、あ、メンバー紹介お願いします。掃除機を振り回してるのがグレーテ、目がキラキラしたのがアン、紅茶を頭の上に乗せてやったがバカだ、さすが、さすが全く気がつかない、すごいバカだけどすごいな。ミチル、細目がミチルね。腹黒だがまとめるのがうまい、はいはいはい。ミチルが、ミチルね、こいつがちょっとひそかみたいな喋り方する。ゾウイが男の子、ジメジメしてる猫目がゾウイ、頭はいいんだが喋り方が変だ、思春期特有のやつかもしれん。ファニーは紅茶を配ってるのがファニー、この子怪しいんだよな、自分に自信がない。うん、フレドリカ、プリプリしてるやつがフレドリカ、基本怒って、あ、怒ってんだあれ、あ、ハート目がフレドリカ、撫でると喜ぶ。リサ、あ、リサね、リーダー的存在、頼れるお姉さん、新人くんも困ったら私を頼るといいと。で、目なし、誰だって、うん、あ、角のない女の子、あー、そうか、角ないのか、あ、目なしか、すまん。だから彼女はよくわからんのよ、基本的に存在感がないんだよな。角がないって一番の個性な気もするけど、うーん、あんまり関わったことがないや。何、角がないからハブってんの、みんなでいじめか、いじめが横行してるのか、この職場は。本が好きだったかな、うん、ほんほん、真面目だしって、あんまないのね、目なしは。目なし、いじめられてんのかお前、ふむ、十かあ、よかった、元気だった、目なしは。いじめられてないで、プリプリしてるフレドリカ、なんで私たち探すのに新人を使ってるんですか、彼女はまだ来たばかりな上に屋敷がめちゃくちゃになってるんですよ。ごめん、でも地下につながってたら怖いし、そもそも私が雇用したんだから何命令したっていいじゃん。何か言えました、何でもありません。ヒイラギ、別にあんたのために言ったわけじゃないの、新人には新人の仕事があるのよ。ヒイラギさん、仕事しましたよ私。8人、全員揃ったな、よくやってくれた。よし、じゃあみんな今後のことを話そう。どうやしすんの、こんなめちゃくちゃになって。お仕事終わり。ああ、退屈だな、またひーちゃん遊びに来てくれないかな。みんなにも随分会ってないな。ダメだ、自分で決めたことだもん。次ひーちゃんが来たら追い返せそう。え、追い返す、ひーちゃんと会っていいのは最後だけ。どういうこと、この子は誰、ひーちゃんはヒイラギだよな。あ、ユッカか、そうだ、ユッカっていなかったな、猫だ。空耳かな、ここかなり深い地下だもん、猫さんなんているわけないか。あ、猫だ、いた、ちっちゃ、思ったよりだいぶちっちゃい、にゃんこが。お、時刻がある、 1,2,3,4,5,6,7,8、 8人いるけどユッカがいない。どういうこと、おかしいな、師匠は全員で9人だったのか、誰か数え忘れていたのかな、班長はユッカまで新人くんに咲かさせようとしていたのか。え、そうだけど、地下に引きこもってるユッカまで見つけてこいなんて、そんなの新人にできるわけないじゃないですか。そもそも各扉は鍵だってかかってる、8人見つけられたのだって奇跡ですよ。う、フレドリカ、というか眼差しに行かせといて、自分は何やってたんですか。う、それは確かに気になります、お聞かせ願おうか。う、それはニヤニヤ、班長これは答えないといけない流れなんじゃないかな。う、ガヤガヤ、責任問題だ、責任を果たせ、皆さん落ち着いてください。
めっちゃガヤついてる。まあそこまでだ。あ、角なしだ。角なしが喋ってる。そうよ。いくら私たちが親しいからといって主従の関係を忘れないでよね。主をいじめる従僕がいますか。たとえ新人に無茶をさせて、その間ヒイラギ館長はただ椅子に座ってぼーっとしていたとしても、彼女は私たちの主人なのよ。わきまえなさい。ぐさ。ちょ。いや違うんだ。私は。うん。私は眼差しくんに無茶をさせてあげく部屋でぼーっとしてました。悲しみを感じる。本当ですか館長。はい館長、あんたってやつは無能ですな。ははは、それでこそ私たちの館長だ。私は気にしませんよ。きっと館長は疲れてたんです。こ、ほら黙りなさい。館長もう分かりましたから、この話はおしまいです。みんなもいい。はーい。本当に入っていった。さて、とりあえずはユッカのことは後回しだ。私たちは地下書庫を目指さなければならん。地下書庫？地下書庫というと金書の類が関わっていると？うん、おそらくこの騒動の原因は古代の金書にあるんじゃないかと私は考えている。古代の金書。え、金書って魔導書なんですか？あん、いちいちうるさい。いや、君たちは普段選別してるからわかるとは思うが、基本的にはただ誰かにとって不都合な内容とか危険思想だったりとか、そういったものが金書のある金書の主だよ。だが中には危険なもの、魔導書が混じっているらしい。私も見たことはないんだが、おそらくらしいとかおそらくとか、なんだか曖昧な話ですね。うっ、先代様の目録にそういったものが紛れてるの、まあ見ただけなんだ。というわけで地下書庫を見つけたいんだ。頼めるかな。なんでそんなに弱気なんですか。あなたは私たちの主なんですから、ただ命じればいいんです。まあ現状この図書館で起こってる異変の手がかりなんてほとんどないわけだし、行きましょう。地下書庫探し。ああ仕方ないわね。それしかないなら行くしかないでしょ。右に同じ。あ、元気だ。私はというかみんなも見たことはないと思うんですが、地下書庫ってどんなところなんですか。確かにいつも金書類は地下の扉前に下ろすだけだから。それも滅多なあることじゃないが、でも俺が行ったのがあれ地下書庫の入り口だよな多分。大きな長い保管庫になってるんだ。そこには君たちが選別した本が保管されてる。そしてそこからさらに5つの扉から各小部屋に分かれてる。難しいな。5つの小部屋？うん、そこにはその保管庫の中でもとびきり危険な本が入ってるらしい。どんな薄い本が。おー、何ですかそれ。ロマンですね。アホ、危険だって言ってるだろ。おそらくはその小部屋に入ってる本の中に魔導書があって、それが動かし出してるんじゃないかと考えている。もちろん憶測でしかないのだが、ちなみにどんなものなんですか？怪しげな本とか、ピカピカ光ってたりとか、ほら、バーって光が出てたり、シュババババ的な、やっぱり薄い本だな。バーって光が出てるから。館長、だって仕方ないじゃないか。私にもわからないんだ。その時何かあなたは引っかかる。反逆的なあなたは、必死に考えれば何か思いつくかもしれない。考えてみようかな。あなたは必死に考えた。すると、あなたの小さな反逆が妙想を生んだ。あれか。私はその本を使ったな。私は使ったよ。あなたは言葉を発しようとした。しかし何も出てこなかった。私はその本を持ってるよ。ああ。部屋を知ってるよ。ああ、そうか。本当に言ってないとダメなのか。なんでもない。じゃ、反逆的かつ、ちゃんと調べてないとどう、ダメなのか。もしその本を見つけちゃったらどうしましょう。それとも反逆心が足りなかったか。とりあえずは場所さえ分かればいいので、触らずに放置だな。その場で破棄したとしても何が起こるかわからない。とにかく危険なものなんだ。後で専門家に任せる。専門家？ああ、あの、オートの地下から来てるっていう怪しげな。こら、お客人を、そんな風に言うんじゃありません。でも僕も苦手だな。私もだ。しかし、奴に任せるしかないだろう。それでどうしますか？お姉さんの聞いたところだと、現状行けるところは全て行ったみたいですが。はい。とりあえず入れる部屋には全て入ったと自負しております。あんちゃん有能。滝は鍵が必要ですね。そうだな。じゃあ、アジサイ。あ、おい、グレーテ。はい。君は確か室長だったな。
いえ、副室長ですけどね。寄宿エリアの鍵を持ってるだろ？貸してくれ。ああ、もちろん構いませんけど。館長？何かね？マスターキーは？あ、ほら、一応、いちいちあんなの持って、じゃら、ん？あ、持ってじゃらじゃら歩くのも面倒だし、それにとりあえず近場の寄宿舎なら、グレーテが鍵を持ってるわけだし、手間がかからないだろ？な？館長。マスターキーなくした？なくしたのか？いや、なくしてないよ。ただ自室に置いてきちゃったってだけで、あ、それは仕方ない。許してあげてほしい。自室に置いてくるぐらいいいじゃん。こんなことになるなんて思わないよ。班長、そうやっていつも困ったら話をそらしたり、嘘ついたりとか、よくないよ。魂が汚れるよ。はい、すいません。かわいそう。ああ。ま、とりあえず寄宿舎の鍵だけでもなんとかなるかもしれないな。どういうことですか？アジサイでしょ。図書館は別々の扉がつながってるっす。これは言い換えると表と裏がそれぞれの性質の扉になってるということ。そこで運よく鍵のかかってる扉とか、かかってない扉が結びついたとき、かかってない側の扉から開けばその先に行けるということですね。なるほど。そういうこと。そんなことが起こるのか。もしかすれば目的地まですぐかもしれん。まあ楽観論だが。というわけで、副室長のグレーテの持ってる寄宿エリアの鍵を使うために寄宿舎に向かうぞ。よし、行こう。あ、待って。ユッカはどうするの？今まで見つからなかったんだから、これから行く未知のエリアにいるんじゃないか？とりあえずは問題ないだろう。まあ行きましょう、行きましょう。ついでだ、他に言いたいやつはいるか？眼差しの言ってた問題があるよね。重火器のやつ？沈黙を貫く。あれ？反逆？あれ？あれ？反逆は？聞いてください。私の話を聞いてください。なんでそんなに上ずってるのよ。緊張してる？いや、なんか喋りたくないのに勝手に口が動いてるみたいな感じだぞ。怖え。私は、無理やりみんなの前回の散策中に銃撃に必要だったことを伝えさせられた。何？銃火器？私が探索していた時はそういった危険はなかったっす。へえ。まあでもあんた2階まで行ってないっしょ、多分。まあ運が良かっただけかもしれませんが。この探索やめときましょう。狙われてるのは自分かも。次の部屋でも銃を撃たれたのか。本当に君自身が狙われてるような感じだな。なんだか行きたくなくなってくるが。しかし、我々は地下諸庫を目指さねば。みんな慎重に行動しよう。眼差し君、君は特に十分に気をつけてくれ。まあまあまあ、ちょっと私ここで休んでていい？あ。我々は寄宿舎の1階組と2階組に分かれたぞ。君はどちらか好きな方に参加するといい。ちなみに1階組は私、アン、リサ、フレドリカ。1階にいるんだ、ヒイラギちゃんは。グレーテ、ミチル、ゾーイ、メナシ、ファニー。まあ少ないし1階行こうかな、じゃあ。と言いたいところだが、今はここまでしかできていないのです。ごめんなさい。あーん。泣いてるから許す。次回予告を見て終わる。じゃあ次回予告見ようか。あー、なるほどね。どういう入り方してんの？ただこうみたいな。ここまでゲームをプレイしていただきありがとうございました。鋭意作成中です。2章の冒頭までです。次回の本編更新は3章冒頭までにしますということだそうですが、予告的なものを作ってみました。料理とは力じゃよ。これがアジサイかな？料理。あ、あとは知らない子だ。青い、一歩か、ん？一本図のメイドがいんの？眼差しさん、謎の解明はもう一息ですよ。唐突な温泉。そして、なんか、すごい、エメラルドがおる。ブックメーカー、地下室に閉じ込められてる。あの人たちは、ただ普通に暮らしてただけの家族じゃないのか？新たな冒険。そして、みんなはもういない？そんなの嘘だ、嘘だ、嘘だ。いい加減なこと言うなよ、お前。みんないなくなった上になんか沈んでない？屋敷が。扉は封鎖されてる。はい。ということで、ドッグイヤー。まあ、まだね、今、体験版の段階だそうなので、まあ、マシュトピア完成後に、続編が出てくるんじゃないかなと期待していきたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。